先に謝りますが、この話には例は出てきません。ただのメンヘラの自分語りです。長いし、文章も拙い。興味がなければスルーしてください。私は女で、現在31歳。病名は解離性同一性障害、障害2級。解離性同一性障害とは、わかりやすく言えば多重人格。そんな私の人生を、語っていこうと思います。一番古い記憶は、小学校高学年の頃。母親に強く殴られ、蹴られ、階段から突き落とされ大声で泣いているところから始まる。毎日のように暴力と暴言を振るわれ、金を返せと泣かれる。最初は意味がわからなかったが、どうやら私は母親の金を夜な夜な盗んでいたらしい。100円や500円などという可愛い金額ではない、満単位の金額を盗んでは散財していた。しかし私が記憶しているのは鬼のような形相で暴力を振るってくる母のみで、お金を盗んだ記憶やそのお金を使った記憶はない。次に目を覚ますと、私は中学の生徒会長になっていた。意味がわからなかった。私はどちらかといえば静かな方で、教室の隅で自作の漫画を描いているような性格だったと記憶している。混乱しつつ友人に話を聞くと、ものすごく面白い演説をして学校中の票を集め、下積み経験もなく抜擢されたとのことだった。次に目を覚ますと、今度は引きこもりになっていた。友人から話を聞くと、3ヶ月ほど学校に行ってなかったらしい。その間の記憶はない。どうして来なかったの？と先生から責められたが、わからなかったので黙っていた。次に目を覚ますと、高校生になっていた。受験するはずだった学校よりもレベルの低い学校で、どうやら推薦で入学したとのこと。しばらく訳もわからず通っていたが、授業の内容についていけず、高校1年の冬、自主退学した。次に目を覚ますと、私は17歳で、スナックで働いていた。日給5000円で、夜6時から朝の5時まで、寮付き。父親の知り合いのスナックということだった。酒で地球が回るという経験をしたのは後にも先にもこれきりで、私は酒の飲み方を覚えた。次に目を覚ますと、私は19歳で、表彰台の上にいた。そこは KDDI の本社で、私は派遣社員でプロバイダ契約の仕事をしていたらしい。担当エリアの獲得件数が 300% を超えたとかなんとかで、賞状と金一封をもらった。住まいはスナックの寮ではなく、見知らぬ男性と二人暮らしをしていた。私には不釣り合いなイケメンで、歌がうまく、歌手を夢見てボーカルスクールに通っていた。私は私でコピーバンドを組んでいて、ボーカルをしていた。私は人前に立つのが苦手な性格なので、ありえない。怖くなって、すべてから逃げた。次に目を覚ますと、私は20歳で、なぜか地元ではなく静岡県浜松市にいた。家賃5万円のワンルームマンションに住んでいて、セミダブルの布団とパソコンが1台という、簡素な暮らしをしていた。物が少なすぎたためか、部屋は無駄に広かった。呆然としていると、ガチャガチャと鍵の開く音がする。見知らぬ女の子が入ってきた。お世辞にも可愛いとは言えないその女の子は、我が物顔で。ご飯は？と聞いてきた。同居しているのかと思ったら、彼女は大阪の人で、親の虐待に遭っていて、なぜか私がかくまっていたらしい。どういうつながりでそんな話になったのかはわからないが、しばらく奇妙な同居生活を送ってみた。観察していてわかったことは、彼女は一向に働く気配がなく、掃除もせず、料理もできなければ、偏食もひどい。玉ねぎはみじん切りにして飴色になるまで炒めないと食べないし、野菜全般がほぼ壊滅的にダメだった。時々ゲーム仲間だという男性、小綺麗な高青年だった、が、大阪から浜松まで遊びに来て、その時私は初めてモンハンをした。男性が来るたびに彼女は男性と外泊するので、彼氏がいるのになぜ私が養っているのだろうと不思議に思った。喧嘩もなく楽しく暮らしてはいたものの、人一人を養うというのは大変で、貯金も底をつきそうだし、何より気味が悪いので出て行ってもらうことにした。そのことを告げると、深夜にもかかわらず、迎えはすぐに来た。ゲーム仲間だという男性だった。別れ際、彼女が言ったセリフが忘れられない。暴力も振るわれず、体も触られない時間があったこと、忘れないよ。ありがとう。
彼氏だと思っていた男性が援助交際相手だと告げられ、頭から冷水をぶっかけられた気分になった。次に目を覚ますと、私は23歳で東京の台東区に住んでいた。記憶している限り私は体重が80キロ近くあったはずだが、なぜかスリムになっていて、一番驚いたのは奥二重がくっきりとした二重になっていて、昔からコンプレックスだった顔の11個のほくろが消えていた。どうやら整形をしたらしい。どこからそんな金が？わけもわからず外に出てみると、ロビーがきらびやかなオートロックのマンションだった。不安は募っていく。慣れない携帯を操作して情報をかき集めてみると、私は吉原の高級店で働いているようだった。家賃は9万円だった。めまいがした。次に目を覚ますと、私は25歳になっていた。住居は変わっていなかった。ただ、今度は銀座のクラブで働いているようだった。衣装ケースには着物やドレスがかけられていて、ママ、と登録された着信に恐る恐る出てみると。昨日の無断欠勤は許すけど、今晩はスミスさんがいらっしゃるから休んじゃダメよ。と言われた。英語なんて喋れないです、と言うと。あなたは英語も中国語もできるじゃない、何を言っているの？と言われた。怖くなって、着物とドレスをまとめてゴミ袋に突っ込んだ。体重は34キロだった。鳥柄のようだった。次に目を覚ますと、私は26歳になっていた。今度は原宿で、キャリーパミャパミャのような格好をしてショップ店員をしていた。竹下通りを修学旅行生らしき団体や外国人に写真を撮られながら歩く。生きた心地がしなかった。前述した通り、私の性格は教室の隅で自作の漫画を描いているようなネクラなもので、目立つことはどちらかといえば苦手な方だ。逃げるように、仕事を退職した。次に目を覚ますと、私は28歳になっていて、今度は岐阜にいた。見知らぬ女性と二人暮らしをしていた。背が小さくて、エキゾチックな雰囲気の、どこか影のある女性だった。どこに行くにも手をつないで歩いた。それが嫌だと思わなかったし、まるで当然のように振る舞うものだから、そういうものだと受け入れた。彼女と私は恋人同士らしく、なんと私は名字が変わっていた。養子縁組していた。性生活もあった。不思議と抵抗感はなく、すんなりと受け入れられた。私は彼女に恋をしていたのだと思う。二人でお金を貯めて、名古屋に引っ越した。新築で、駅から徒歩10分の、2DK。料理は私担当、洗濯は彼女担当。幸せだった。次に目を覚ますと、彼女が首をくくって自殺未遂をしていた。慌てて救急車を呼ぶ。警察が来て、状況を話した。彼女は老付きの病院へ強制入院させられ、私はその間廃人のように過ごしていた。あんなに幸せだったのに、なぜ？彼女の遺書にはこう書いてあった。幸せの絶頂で死にたかった。意味がわからなかった。次に目を覚ますと、今度は私が入院していた。見舞いに来てくれた久しぶりに見る母親は随分と老けていて、鬼のような形相はしておらず、優しい顔をしていた。いろいろなことを説明してくれた。彼女との縁が切れたこと、名字が戻っていた、私が乖離性同一性障害であること、これからは母親と一緒に地元で住むことになること。退院して、一月ほどはぼーっと過ごした。次第に何かしたくなって、障害者枠で働かせてくれる場所を探した。無事見つかり、一日4時間ではあるが週5で働いている。それが今の現状。ここまでのお付き合い、本当にありがとうございます。きっとあなたはこう思うはず。メンヘラいたいけよ。と。ここはシャレにならないほど怖い話を書き込むスレだぞ。と。重々承知しております。じゃあ何がシャレ怖って、私は主人格ではないということ。いつか統合されて消えてしまう一部だということ。そして、夜になると別の人格が現れているようで、物を食べたりスマホで何やらを検索していること。これは私の人格としての寿命を意味しているのでしょう。乗っ取られるのは時間の問題です。次に目を覚ました時、私はいかがなっているのでしょう。それが、シャレにならないくらい怖いのです。それからもう一つ。主人格はいつ目覚めるのでしょう。
目覚めたとして、今主人格の精神年齢はいくつなのでしょう。それを考えると、ゾッとします。乖離性障害に、治療薬はありません。カウンセリングを受けようにも、私は主人格ではないのでためらわれてしまいます。長文、失礼しました。すごく読みやすかったよ、オツ。それにしてもそんなにコロコロと住む場所や職が変わるものなのか。突然身に覚えのない場所にいて知らない環境の中にいたら怖いだろうな。オツ、素直に面白かった。こう聞くとやぼかもしれんが、今までの人生で体感で活動したのはどれくらいの期間なの？面白いと言っていただけて恐縮です。私の人生は、断片的な記憶を足しても5年弱といったところでしょうか。日常生活では統括、ここの人格の統合者が指示してくれるので、困ったことがあれば相談しています。オカルトとはかけ離れてしまったので、ロムに戻ります。ありがとうございました。めちゃめちゃ怖かった。主人格、下手をすれば小学生かもしれないわけか。オムニバスドラマのようだが、どこからが現実の記憶なのかわからない。過去の記憶も当てにならず、実際には現状すらも錯和し、脳内保管しているものなのかもしれないところが怖い。英語も中国語もペラペラな人格ってどこから来たんだろう。一人の肉体に宿る複数の精神、魂のうちの一つというよりは、複数の人に憑依して渡り歩く一つの精神と言われた方がしっくりくる。主人格でいる時に何か嫌なことがあったり重圧に耐えられなくなったりすると、この話を書いた副人格に交代してるんだろうな。主人格は万能に見えて、自分からは現状に見切りをつけることができない性格で、周りの期待に応えないといけない、と自分を追い詰めてしまう、断れない性格なんだろう。お金もきっと他人に渡していたし、仕事も恋愛も無理してたんだろうな。副人格が吸収されるとしたら、主人格が自分を肯定できるようになった時なのかもしれないね。主人格側からすると、なんとか職やパートナーを見つけて自分なりの軌道に乗るたびに、副人格が勝手に辞めたり縁切りしてしまう状況に陥っていたことになるのかな？本当なら、どの人格も救われない悲しい話だな。